矢崎川は、愛知県西尾市を流れる矢崎川水系の二級河川。三河湾に注ぐ、河口標高約90メートルにある、西尾市キラ町、宮迫の大挟ま池付近が源である。キラ町の中央部を南下して、西尾市キラ町白浜神殿で、三河湾に注いでいる。流域面積は20平方キロメートルであり、全長は8.1キロメートルである。 墨焼川合流点より北が上流部、墨焼川合流点から境東市港までが中流部、境東市港より南が下流部とされる。上流部の川幅は約10メートルである。中流部は水田の中を流れ、川幅は約20メートルである。下流部は市街地を流れ、川幅は30メートルから50メートルと広い。川口付近には 海苔養食場が見られる。下流部には、マハゼやボラなどの寄水魚、日本ウナギなどの海遊魚がいる。中上流部には、銀ブナや、モツゴや、南メダカなどの淡水魚がいる。1884年の改修で、川幅が約2倍に広げられた。1944年の東南海地震と1945年の三河地震で地盤が約30センチ沈下し、 下流域の軟弱な地盤による排水不良が課題となった。戦後には、九百五十四年以降の地盤変動対策事業、九百六十五年以降の炭水防除事業、九百八十八年以降の河川局部改良事業などで問題の解決が図られている。九百五十九年の伊勢湾台風後には、川口から約一五キロメートルまでの堤防が、 強化された。ありがとうございます。